皆さんこんにちは、小助です。今の北海道はまさに観光シーズン、旅行をするにも楽しい時期となりましたが、僕のチャンネルを見てくれている人の中には車中泊で北海道旅行をしたいと思っている人、実際にね計画している人も少なくないと思います。今回は僕が車中泊の旅をするときに気をつけていることとか最低限のマナー、心得みたいなものを紹介したいと思います。北海道で車中泊をするときはこれだけはね気をつけているということですね。まず一つ目ですが、寝る場所の調査はしっかりするということです。車で車中泊の旅をする場合、自由気ままに好きなところに行くというのも醍醐味の一つなんですが、宿泊する場所というのはある程度しっかり調査しておいた方がいいと思います。僕はねほとんど道の駅で車中泊していて、事前に道の駅に車中泊してもいいかどうか問い合わせることも多いんですが、今までねダメだと言われたことはありません。どこもそうなんですが、今のところマナーさえ守っていただければ大丈夫という回答をもらっています。なので車中泊自体問題ないわけですが、同じように道の駅で車中泊しようと考えている人はすごく多いです。実際道の駅に行ってみると、キャンピングカーからミニバン、セダンまでね車中泊している人はたくさんいて、特に気をつけなきゃいけないのは大型連休の有名観光地で車中泊する場合です。函館の手前、七重の道の駅なんかが代表的ですが、ここはね函館から一番近いアクセスのいい道の駅で、駐車場もとても広いんですね。ただそれでもね、ゴールデンウィークだとか大型連休になると駐車場がいっぱいで止めることができなくなります。周りのコンビニの駐車場まで車で埋まってしまっている状況で、さすがにねこれは迷惑になりますし、僕ら車中泊組も落ち着いて寝ることができません。なのでね、大型連休の有名観光地だとか駐車場の狭い道の駅なんかに宿泊する予定の場合、代替案は用意しておいた方がいいと思います。函館で言えばね、七重よりもっと手前の森町の道の駅とか、もしくは函館より少し先の恵山の道の駅なんかは、七重に比べると随分余裕がありますので、そこまでね移動できる時間的な余裕を持っておくといいと思います。そうは言ってもね、ほとんどの道の駅はこんな感じでね駐車スペース十分にありますから、大型トラックが止まっていたとしても十分に止めるスペースはあると思います。ただやっぱり大型連休であることと、人気の観光地だとか駐車スペースが狭い道の駅、まあそういうのをね予定しているときは気をつけた方がいいかなという感じですね。僕もね大型連休の時なんかは一応ねここに泊まる予定だけど、ここでもいいかなという代替案は準備して出発します。ちなみに北海道の道の駅は車中泊大歓迎という場所もねあります。車中泊専用の駐車場が用意されていたりするところもあるので、そういうところをメインに考えていくといいかもしれません。基本ね人があんまり来ないから大歓迎ってしているので、まあ結構ねゴールデンウィークとかに行っても駐車場空いていることが多いです。逆にねあんまり混雑していたり、あとはマナーの悪いところは歓迎されないこともあるので、事前にね調べてみてください。2つ目の心得ですが、当然ながらゴミはできるだけ持ち帰るということです。コンビニで買ったペットボトルとか道の駅で買って食べたものなんかはそこのねゴミ箱に捨てますが、車中泊で出たゴミは持ち帰るようにすべきだと思います。道の駅によっては夜間こんな感じでねゴミ箱が設置されているようなところもあります。まあ、夜中だけにね設置されているゴミ箱だと思いますが、ここにもねできるだけ捨てない方がいいですよね。こういうのはね道の駅としてもポイ捨てを防ぐために設置している苦肉の策だと思いますが、宿泊料をね払っているわけじゃないので、みんなで気持ちよく利用して道の駅にも負担をかけないようにするというのがね、今後も長く車中泊を楽しむ上で大事なことだと思います。僕はね毎回極力ゴミが出ないようにするということと、それでもね犬のうんちとかおしっことかねどうしても出てしまうものもありますから、それはね必ず持ち帰るようにしています。長旅だとねどうしてもゴミは出てしまうんですが、 RV パークなんかで有料で捨てられるところもありますので、もしねゴミが溜まった場合はそういったところを利用するというのがいいと思います。ゴミのマナーが悪くなると車中泊が禁止になったりする場合もありますから、これはねもう道の駅の人も僕らも誰も得しませんから、そこだけはね気をつけてもらいたいなという気がします。3つ目の心得ですが、北海道は夏でも朝寒いことがあるということはね覚えておいた方がいいと思います。
もちろんね、泊まる地域だとか時期にもよるんですが、夏場でもね、意外に寒いということがあります。8月後半だとかまだ夏で暑そうですが、日によってはね、意外と寒くなって、暑いと思って軽装でね、着てタオルケット1枚で寝ようと思っていると、すごくね、寒い思いをしてしまうという場合もあるので、そこはね、気をつけてください。北海道で暑い日が多いのは7月後半からお盆くらいまでで、それ以外の時期はね、特に道東なんかだと寒い日もあるので、事前に準備しておく方がいいと思います。少し見えにくいかもしれませんが、これは8月の日別の気温一覧です。左から空港のある札幌から近い千歳市、真ん中が釧路の近く道東の阿寒湖畔、そして右は函館の近く道南の北斗市の去年の記録を気象庁のサイトからお借りしました。8月といえば夏ですから、暑いイメージがあると思います。見ての通り、札幌から近い千歳市でも去年の8月18日は最低気温 9.3 度まで下がっていますし、道東の阿寒湖畔だと8月18日は 8.6 度、10度を切っているのは全部で5日間もあります。10度ちょっとというね、寒い日も含めると半分ほどと、道東はね、やっぱり朝寒いんですよね。さすがに函館近くの北斗市は最低気温20度を超えている日もあって、10度を切ることはありませんが、道東に車中泊の旅に行く場合、朝はそれなりに寒いかもしれませんから、寝る時の服装とか寝袋なんかの準備はしておくといいかと思います。もちろんね、寝苦しいほど暑い日もあるので、週間天気予報などを見ながら判断という感じですね。7月や8月だから暑いというのは北海道では必ず当てはまるわけではありませんし、6月とか9月だとね、一般的にはまだ夏という感じですが、実はね、北海道だと最低気温 2,3 度という日もあります。特に道東ですね。暑さを想定した準備が必要な日も当然ありますが、ある程度寒いことも想定して準備をして車中泊楽しんでください。僕は7月とか8月の車中泊でも10度くらいまで寝られる寝袋は持っていきます。北海道での車中泊の心得その4ですが、鹿だとか動物の飛び出しに気をつけるということです。これはね、稚内の街中なんですが、街中であってもこうやってね、鹿がうろうろしてます。当然なんですけど、彼らはね、左右を確認して横断歩道を渡るなんてことはしませんから、いきなり道路に飛び出してきます。こうやってね、道路を走っていると左側にいるのがわかると思います。左脇でね、草を食べてますね。こういうのがね、ポーンと飛び出してきたりするわけですから、やっぱりね、北海道で走るときは動物の飛び出しには気をつけなきゃいけません。当然夜の峠とかにも鹿はいますし、鹿以外の動物ね、キツネだとかタヌキなんかもいます。まあキツネとかタヌキに関しては猫と一緒でね、あー引いちゃったで済むといえば済むんですが、鹿はね、車へのダメージもかなり大きくなりますし、鹿ならまだしも熊とかが出てくることもありますから、そうなるとね、ちょっとした自動車とぶつかったぐらいのダメージになってしまうんですよね。こんな夜道で鹿が飛び出してきても正直避けられません。北海道の山道には街灯が一切なくて、30分ぐらい走っても誰ともすれ違わないなんていうこともね、ありますから、そういうところはね、やっぱり動物も多いんですよね。明るければまだ遠目で鹿を確認することもできるので、夜道を運転するときはスピードを落とす、もしくは夜間の移動は最小限にするというのが重要だと思います。僕も夜間は極力移動せずに、暗くなるまでには目的地の比較的大きな町まで移動して、そしてね、早めに寝て翌朝早朝明るくなる4時とかそのくらいから移動を開始します。早寝早起きというのが事故防止のためにもおすすめです。北海道で車中泊旅行をする時の心得5つ目ですが、地方のコンビニは24時間営業とは限らないということです。北海道のコンビニシェアナンバーワンはセイコーマートです。セブンイレブンより多くて、特に地方だとセイコーマートしかないということが多々あります。そしてこのセイコーマートは24時間営業じゃないことがほとんど、夜になるとね、閉まってしまうわけですね。夜中まで移動して遅い晩ご飯を食べようと思っても、食べ物を売っている場所がない、そんなこともあります。なので大きな町に行くときは別ですが、地方の移動がメインになるようなときは、食事は極力明るいうちにする、それがね、大事かなと思います。夜の10時とかに何か食べようと思っても、どこも営業していないなんてことはよくありますから、
鹿の問題もありますし、早めに移動して早めに寝るというのがね、いいかなと思います。そうは言ってもね、ちょっと大きな町に行けばセブンイレブンとかローソンはありますから、かなりね、地方の方に行くという場合じゃない限りは大丈夫だと思います。最後の6つ目の心得ですが、携帯の電波がないことが多々あるということです。北海道は携帯の電波がなくなる場所というのは結構あります。もちろんね、人が住んでいる地域なら大抵は大丈夫ですし、こんなところもね、大体大丈夫ではあります。ただね、人の住んでいない山道もたくさんあって、そういうところだと県外ということも多いんですね。もし夜の山道で鹿とぶつかって動けなくなって、そこがね、県外だったら、そんなことを考えるとね、恐ろしいですよね。今はわからないですが、一昔前まではソフトバンクの携帯はかなり地方でつながりにくく、ドコモはね、山の中でも比較的つながりやすかったです。今僕は au の携帯使っていますが、県外の場所結構あって不便なので、近々ね、ドコモに変えて様子を見てみようと思っています。今の3キャリアの電波状況、つながりやすさはわからないので、まあ多分ね、そんなに大きくドコモ変わらないと思うんですが、どこのキャリアを使っていても県外の場所はあります。いつでも誰とでも連絡が取れるとは思わない方がいいかもしれません。まあそういうこともあってね、やっぱり夜間の移動は避けた方がいいのかなと思います。ほんとね、いつも思うんですが、誰も通らない携帯電波県外の山道で事故に遭って動けなくなったらと考えるとね、やっぱり怖いですからね。ちなみに北海道の山道だと30分とか1時間走っても誰ともすれ違わないなんていうこともね、たまにありますから、そういうところだとね、もうどうしようもないですよね。というわけで、北海道で車中泊の旅をするときに気をつけたいこと、心得6つでした。まとめると、車中泊する場所は第一目的地の他に、そこがダメだった時のための代替案、第2案は最低でも用意しておくということ。夏でも寒い日があるので、外気温が10度以下でも寝られる準備はしておくこと、そして夜間の移動は極力避けるということ、このあたりをね、気をつけておくといいかもしれません。もちろんね、ゴミの持ち帰りもね、気をつけてください。ホテルとか旅館に宿泊する場合は夜間の移動そんなにないと思いますが、車中泊だと夜間の移動しがちですからね。僕も夜間移動することがありますが、鹿が出てきてもいいように安全運転を心がけていて、あまり県外の場所を走らないように峠を避けてね、大きな町沿いの道を選んでいますし、あとはね、食事もしっかりとってから出発するということにしています。何もね、わからないような初めて北海道に来るという状況だと、やっぱりね、夜間移動のリスクというのは高いので、避けた方が無難かなと、まあそんな感じがしますね。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。